長谷川穂積は、日本の元プロボクサー。兵庫県西脇市出身。現役時代は、千里場神戸ボクシングジム、新生ボクシングジム所属。元 WBC 世界バンタム級王者。元 WBC 世界フェザー級王者。元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者。世界三階級制覇王者。バンタム級では5年間世界王座に君臨し、 その間10度の防衛に成功。また、4度の年間 MVP を受賞しており、超高速の連打と、絶妙なカウンターパンチ、卓越した、ディフェンステクニックとスピードを誇る。2011年5月、東北地方太平洋を起地震後に、宮城県渡り郡山本町に設けられた、避難所を遺問した、蔡の長谷川と、山下正と5人兄弟の長男として誕生。 シメージア以外でもランキング上位者を中心に対戦している。また、日本テレビは、長谷川の世界王座獲得以来、長谷川の防衛戦の放送を、ワールドプレミアムボクシングザリアルと銘打って、大々的に中継するようになった。世界王者になる前の長谷川は、スピードとバランスを生かして、ポイントを稼ぐための、倒さない、ボクシングを徹底しており、 世界王座獲得直後のインタビューでは、地味なチャンピオンでいいと謙虚に語っていたが、王者になって、以降は徐々に、こする、ボクシングを目指して、ファイトスタイルを改良してゆき、WBC バンタム級、王座柔道の防衛のうち7度の子を果たしている。バンタム級では、原料区であることと当時の WBC のバンタム級、世界ランカーには、 世界的な知名度と人気を誇る選手がいなかったため、一時期の目標は、ラスベガス進出、他団体との統一王者、日本人史上初の3階級制覇であったが、屈指権要項の持つ、日本人史上最多の世界王座13連続、防衛記録が近づくにつれて、防衛戦に勝つたびに、次戦で階級を上げるか、バンタム級に残留するか苦悩する発言が多くなっていた。 所属する申請事務の会長で、長谷川の専属トレーナーも務めているのは、元兵庫県警警察官で、ボクサー経験会務という異色の経歴の持ち主である、山下正人。元々は、千里場神戸事務で長谷川を指導していたが、同事務から独立し、申請事務を設立した際、長谷川も同事務に移籍した。長谷川の世界タイトルマッチでは、 すべて定権プロモーションの本田昭彦会長がプロモーターを務めており、新生事務の山下会長は定権事務で JBC のライセンスを取得しており、定権と深いつながりがある。また、定権事務所属の青龍館、ホルヘリナレスラとは仲が良く一緒にハワイ合宿に行くなど切磋琢磨している。特に青は長谷川にとって弟分のような存在である。 17歳の頃に知り合った夫人と2002年に結婚。現在は二人の子を持つ父親でもある。長谷川がバラエティ番組に出演した際には、妻の共済ぶりがしばしば笑いのネタとなっている。しかし、自他共に認める大食いである長谷川が減量に、苦しんでいる時にはカロリーが少なく栄養がある、食品を選んで、少しでも豪華な料理と感じられるように盛り付けを。 工夫したり、一緒に減量するなど長谷川を献身的に支えており、長谷川は常々妻への感謝を口にしている。プロデビュー時の体重は56ほどだったが、WBC バンタム級王座在位時には66になり、防衛戦の度に13キロを超える減量を強いられた。自身は、常々、早く階級を上げたい。スーパーバンタム級でもきついくらい。フェザー級なら、 楽に戦えると語っていた。その後、11度目の防衛戦で、王座陥落後、スーパーバンタム級を飛び越し、フェザー級に転向。試合を控えた、時期の会見において、世界王座3度目の防衛戦以来、対戦相手の母国語で書かれたメッセージをプリントした、挑発 T シャツを作って披露することが恒例となっている。挑発とは言っても過度な暴言などではなく、 ダジャレを効かせたものや、軽い糊で作ったものが多い。2005年の初防衛戦では極度の緊張から、前日は眠ることができなかった。長谷川の母親は2006年11月に、大腸がんが発見されて、以来、闘病生活を送っていた。特に最先端の陽子線治療を受ける際には陽子線治療機関への一度の入院で、 約300万円の医療費がかかるため、母親のためにも絶対に勝ち続けて、医療費を稼ぎたいという気持ちが、大きなモチベーションの一つになっていた。一方の母親も息子の試合当日は病をして、必ず会場まで応援に駆けつけていたが、息子の WBC フェザー級王座挑戦を1、ヶ月後に控えた2010年10月24日に死去。その後、 長谷川は11月26日の試合で王座獲得を果たした際、リング上で母親の家を掲げ喜びを表した。過去に使用していた入場テーマは、Once You Had Gold。フェザー級王座陥落後は、ファイティングマン。ザウの名は、石道卓である。2014年10月26日、初のフルマラソンとなる大阪マラソンに出場し、2 0トル付近まで、 給水しなかったため脱水症状になりながらも5時間35分20秒で乾燥した。その後、2015年10月大阪マラソンに出場し4時間10分26秒で乾燥。2017年11月神戸マラソンに出場し4時間38分12秒で乾燥した。小学2年時から 元プロボクサーの父親にボクシングを教わるようになるが、その厳しさに反発し、中学時代は卓球部に所属。市大会で優勝したこともある。兵庫県立高高等学校全日制時代は、後の婦人となる女性と遠距離恋愛にいたり、学業がおろそかになったことで留年が決定し、これが原因で2年で中退。 本人曰くその女性と一緒に暮らしたくて中退する、動機を作ろうと意図的に石典を複数取ったという。その後、千里場神戸ジムに入門。これは実家を離れて、上記の女性と同居する際父親に課された条件であり、ここから本格的にボクシングを始める。プロテストの一度目はスタミナ不足もあり不合格となったが、二度目の受験で合格し、 1999年11月22日に、プロデビュー。4回戦時代は2度の判定負けを経験。一時期スーパーバンタム級で試合した経験も有する。2002年10月27日、まだ、ノーランカーだったが、日本バンタム級4位の熟さん、龍一にフルマークの10回判定勝ちを収めて、注目を集めるようになる。2003年5月18日、 ジェスマーカー17敗5分を12回判定に下し、オペブフ登用太平洋バンタム級王座を獲得。その後、3度の防衛に成功し、2004年12月20日に王座を返上。2004年10月30日、両国国技館にて、WBA ミニマム級王者、荒井田豊の初防衛戦の前座として、当時 WBA オニーの鳥海淳と、 世界挑戦権をかけて対戦。10R 判定で勝利し、当時 WBC 王者のウィラポンへの挑戦権を獲得した。2005年4月16日、20戦目で世界初挑戦。日本武道館で行われたダブル世界戦の1試合で、WBC 世界バンタム級王者ウィラポン、ナコンルアンプロモーション1敗2分に挑む。 ウィラポンは1998年12月に、辰吉上一郎を破って、王座獲得。その後、辰吉との再戦にも勝利し、さらに、西岡俊明の挑戦も4度退け、この試合が15度目の防衛戦。試合は、長谷川は、序盤から有効打を的確に当て、4回までリードを奪っていく。しかし、ウィラポンも、王者の意地を見せ、 試合の中盤を支配した。終盤、長谷川は、スタミナ切れを起こし始めたウィラポンを攻め立て、10回には、ウィラポンをぐらつかせた。最終12回まで壮絶な打ち合いを展開し、3から0の判定勝ち。世界王座ダッシュに成功した。この試合は2005年度年間最高試合に選ばれた。この世界王座ダッシュが高く評価され、5月には、 西脇市民栄誉賞を受賞した。初防衛戦2005年9月25日、初防衛戦が横浜アリーナにて行われた。当初、ランキング1位のディエゴ・モラレスとの指名試合となる予定だったが、モラレスが練習中に負傷。試合1週間前になって、急遽、ランキング8位のヘラルド・マルチネス5敗2分に変更となった。 モラレスはサウスポーなのでこれまでサウスポー対策の練習をしてきたがマルチネスはオーソドックススタイルだった試合では序盤から長谷川がペースをつかみ2回にはマルチネスを2度倒したその後3回には昇進正明正のダウンを奪うそして迎えた7回開始早々強烈な左ストレートでダウンを奪うその後1分も経たないうちに 早い連打で二度目のダウンを奪う。そして、両者ステミの打ち合いとなり、最後は、長谷川の左がマルチネスを捉え、三度目のダウン。ここで、レフェリーが試合をストップ。7回2分18秒 TKO、通算4度のダウンを奪う解消で、防衛成功。二度目の防衛戦、ウィラポンとの再戦2006年3月25日、神戸。 ワールド記念ホールで2度目の防衛戦。世界王者として、地元での初の外戦試合となったこの試合は11、ヶ月前にベルトを奪った全王者ウィラポン、ナコンルアンプロモーション2敗2分との再戦となった。ウィラポンは、前回の長谷川戦後、5試合を戦い全勝。ランキング1位の指名挑戦者として、日本のリングに戻ってきた。試合はラウンドが進むにつれて、 長谷川のパンチがウィラポンを捉え始め、6回には強烈な左アッパーが炸裂、ウィラポンをダウン寸前まで追い込む。7.8回はウィラポンが徹底的なボディーブロー攻めで流れをつかもうとする。そして9回開始10秒、長谷川の右フックがカウンターでクリーンヒットし、ウィラポンが前のめりにダウン。ウィラポンは立ち上がろうと試みるも、 ダメージが大きく立ち上がることができず。結局、レフェリーがカウントを途中で止め、試合をストップ。長谷川が全王者を返り討ちした。この試合も1年前と同じく、年間最高試合に選ばれた。3度目の防衛戦2006年11月13日。長谷川が王座ダッシュに成功した時と同じ日本武道館で3度目の防衛戦。 一位の指名挑戦者ヘナロガルシア4敗を迎える。なお、この試合は、当初7月に、後楽園ホールで行われる予定であったが、王者が試合に向けての練習中に負傷してしまったため、延期となっていた。第一 R は、挑戦者が前に出てきて、王者がかわしながら、パンチを出す展開となった。二 R から、長谷川は徐々にパンチを浴びせるようになり、フォアには、 左アッパーでダウンを奪う。しかし、ここから挑戦者のしぶとさが目立つようになり、長谷川もパンチを浴びるようになる。長谷川は、第 7R には挑戦者のヒッティングにより、軽くカットし、8R にはバッティングによるカットで血まみれになりながら、戦い、8R 終盤にはこの日2つ目のダウンを奪う。最終的に 12R 判定で勝利したものの、 防衛できなかったことを観客に謝罪した。試合後の控え室で、当時 WBC スーパーフライ級王者、徳山勝主から挑戦状を渡された。しかし、長谷川は海外進出を強く希望していたため実現しなかった。結果、徳山は引退を迎えることになった。四度目の防衛戦2007年5月3日、有明コロシアムにて、 WBC 世界4位の新ウェーベチェカと対戦。史上初となる日本 VS 南アフリカの世界戦対決だったが、長谷川が判定勝ちして4度目の防衛を飾った。事務移籍2007年9月20日、長谷川を直接指導する山下正人トレーナーが千里場神戸事務から独立し、新生事務を旗揚げしたのに伴い、長谷川自身も 同事務へ移籍することが発表された。日本のプロボクシング史上、現役世界王者が所属事務を国内間で移籍することは、初めてのケースとなった。5度目の防衛戦2008年1月10日、大阪府立体育会館第一競技場において、欧州バンタム王者であり、WBC 世界同級1位のシモ根ネ・マルドロットいっ 挑戦者に迎え5度目の防衛戦に臨んだ。前述の事務遺跡問題があったため、8ヶ月ぶりの試合となった。試合は、序盤、長谷川が右目上を大きくカットし流血するというアクシデントに見舞われた。中盤以降は、王者、挑戦者の両者ともに譲らず激しい打撃戦を繰り広げた。右目上をカットした長谷川は、要所で的確に有効打を決め、 確実にポイントを集めた。最終12ラウンドでは両者が真っ向から打ち合い世界戦にふさわしい甲試合となった。試合は長谷川が大佐の判定勝ちを収め日本人ボクサーで初めて世界バンタム級王座を5度防衛することに成功した。この試合は米国進出へのテストマッチとなっていたが長谷川の流血を伴う判定防衛によって 保留となった。6度目の防衛戦2008年6月12日、日本武道館において、WBC 世界同級級位のクリスチャン・ファッシオ2敗を、挑戦者に迎え6度目の防衛戦に臨んだ。第 1R のゴングから長谷川が、積極的に、パンチを当て、ファッシオを圧倒すると、続く、第 2R、カウンターの左ストレートがヒットし、ファッシオからダウンを奪う。 ファッションは、なんとか立ち上がったものの、長谷川の猛攻は止まらず、2度目のダウンを奪ったところで、レフェリーが試合を止めた。長谷川の世界戦ノックアウト勝ちは、2006年3月の2度目の、防衛戦以来。連続防衛記録を6と伸ばすとともに、試合終了後、次は、ラスベガスで防衛戦をやりたいと、長谷川は兼ねてから希望している。 海外進出への意欲をにじませた。その後、7月4日に東京都内で右目上の違和感を伴っていたしこりを除去する手術を受けた。この部位が原因となって過去にも起きたことがある出血のリスクを下げることなどを期待してのものであった。7度目の防衛戦前術のように念願のアメリカのラスベガスへの進出を実現するべく7度目の 防衛戦の相手として、アメリカでも知名度の高いホルヘ・アルセ、アレクサンデル・ムニョスといった、競合選手に、ラスベガスでのタイトル戦のオファーを出していたが、アルセは、母国メキシコでの対戦に固執し、ムニョスは、長谷川には勝てないと対戦を拒否したため、念願のラスベガス進出は、持ち越しとなった。2008年10月16日、国立代々木第一体育館において、 WBC 世界同級2位のアレハンドロバルデスに敗1分を挑戦者に迎え7度目の防衛戦に臨んだ。長谷川は常々、サウスポーは苦手と公言しており、プロボクサー生活において公式戦でのサウスポーとの対戦経験がわずか一度ということもあって、リーチに勝るサウスポーの挑戦者に苦戦も予想されたが、2回2分41秒、レフェリーストップによる、 TKO 勝ち。前回のファッショ戦に続き2試合連続の小勝利となった。また、世界王座7度連続防衛は、日本人選手としては、具志堅陽光の13度、荒井田裕鷹の7度に続く2位体の快挙である。タイトルを7度連続防衛したことにより、これまで長く、日本国内を戦場としていた長谷川が、ラスベガスに進出する計画が持ち上がった。 8度目の防衛戦2009年3月12日、神戸、ワールド記念ホールで1位の指名挑戦者武士マリンが2敗1分を相手に8度目の防衛戦を行った。長谷川が苦手とするサウスポーをリーチで長谷川を19センチメートルも上回り、なおかつ17連勝中で世界ランク1位の指名挑戦者が相手と会って苦戦を危惧する声も上がっていた。しかし、 いざ試合が始まってみると、初回1分30秒過ぎに、左ストレートで最初のダウンを奪う。ほどなくして2度目のダウンを奪った後、2分37秒に、左クロスカウンターで3度目のダウン。ここで、レフェリーストップがかかり、初回 TKO 勝ち。王座防衛に成功した。日本のジムに所属する、世界王者の3戦連続小防衛は、 具志堅陽光の六戦連続に次ぎ、渡辺二郎の三戦連続に並ぶ二位タ記録で、二十六年ぶりの、快挙を達成した。九度目の防衛戦二千九年七月十四日、前回防衛戦と同じ神戸、ワールド記念ホールで四位ネストールロチャ一敗を相手に九度目の防衛戦。初回二分過ぎ、左右のコンビネーションから、右フックで最初のダウンを奪うと、 なんとか立ち上がった相手に、さらに連打を浴びせ、ほどなくして2度目のダウン。ここでも立ち上がったものの、レフェリーストップがかかり、2分28秒 TKO 勝ち。これにより長谷川は、有利アルバチャコフと並び、世界王座連続防衛、国内記録2位体を記録すると同時に、具志堅要項以来となる、世界王座4連続ノックアウト防衛という、 日本人世界王者として二人目の快挙を達成。さらに、二戦連続初回個防衛は、バンタム級世界戦史上初の快挙。ちなみにこの試合当日の長谷川の体重は、約 60kg だった。この試合の1ヶ月前には、WBAWBCIBF 世界、スーパーフライ級統一王者、ビッグダルチニアンが WBC を通じて、長谷川に、 正式な対戦オファーを出していた。これは、ダルチニアンが7月11日に、IBF 世界バンタム級王者ジョゼフ・アグベコに挑戦することが決定しており、長谷川が防衛に成功し、ダルチニアンがアグベコに勝ったら、WBCIBF 世界バンタム級王座統一戦として、ラスベガスで対戦するというオファーだった。IBF を世界王座団体と認定していない、 日本ボクシングコミッションも世界王座統一戦に限り未公認団体王者との対戦を認めるという意向を表明した。しかし、ダルチニアンがアグベコに敗れてしまったため、この対戦は消滅した。10度目の防衛戦2009年12月18日、神戸ワールド記念ホールで10位にランクされるアルバロ・ペレスを相手に10度目の防衛戦。なお、 この試合は当初、元 WBA 世界フライ級王者、エリック・モレルを挑戦者に迎えて行われることになっていたが、モレルが過去に、刑事事件で逮捕歴があることが判明。入管難民法により入国が認められない可能性が生じたため、対戦相手がペレスに変更となった。試合は、序盤から、両者ともに、積極的に、パンチを出し合う戦いとなった。 そして、迎えた第4ラウンド、長谷川が体勢をやや崩しながらのショートレンジでの、左ストレートを、ペレスの顔面に2発続けて放つと、ペレスが前のめりにダウン。2分38秒に、レフェリーがカウントを途中で中止し、試合をストップ。これで5試合連続小防衛となり、具志家に陽光以来、日本人2人目となる、同一世界王座連続10度防衛を果たした。 2009年から2010年にかけて、長谷川の知名度は急上昇し、この試合後もほとんど休みを取らずにテレビ出演や雑誌の取材に応じた。これは長谷川が皆さんの前に出させてもらうから知名度が上がる。知名度が上がるから会場に人が来てくれるし、テレビで試合も見てくれる。そしてきちんと勝っていけば自分の望む試合もできると考えてのことであった。 11度目の防衛戦、王座陥落原料区から2階級上のフェザー級への転向も示唆していたが、2009年に一度合意に至っていたフェルナンド・モンティエル陣営と再交渉して、バンタム級残留での事実上の統一戦を実現させた。長谷川は、自分のファイトマネーを削ってもいいからと、その対戦実現を訴え、モンティエル将兵のために5000万円を支払ったとも、 言われる。2010年4月30日、日本武道館で11度目の防衛戦。WBO 世界同級王者、フェルナンド・モンティエルとの事実上の統一戦に挑む。モンティエルは WBO で3階級制覇を果たしている競合。なお、WBO が JBC 非公認の統括団体である事情から、この試合は長谷川が勝った場合は、 WBC 王座防衛のみ、一方、モンティエルが勝った場合は、WBCWBO 王座統一という変則ルールで行われることになった。試合は、序盤から長谷川が優位に進めていたが、4回終了間際、モンティエルの左フックをまともに浴び大きくぐらつくと、その後の連打で、ダウン寸前に陥る。そして、ラウンド終了のゴングと、 ほぼ同時にレフェリーストップがかかり TKO 負け。この瞬間、5年間保持してきた世界王座から陥落した。この試合は12月28日発表の2010年度ボクシング年間表彰で年間最高試愛賞を受賞。さらに、年明け後の2011年1月3日には WBC から2010年の最も劇的な試合にも選ばれた。 モンティエル戦後、都内の病院で検査を受けた結果、右顎の骨折が判明。5月6日に、神戸市内の病院で、改めて検査を受けた結果、右角部下蛾骨,骨骨折と診断され、10日に入院。翌11日に手術を受け、14日に退院。20日に所属事務で、現役続行を表明。モンティエルとの再戦を希望し、一時は、 バンタム級に止まることを宣言したが、その後のモンティエル側との交渉が難航。再選は困難と判断し、フェザー級への転向を決意。2010年9月発表の WBC 世界ランキングでフェザー級2位にランクされた。バンタム級王座陥落から7ヶ月後の2010年11月26日、名古屋、名古屋市総合体育館での WBC。 世界フェザー級王座決定戦に出場。1位ファン、カルロス・ブルゴスと王座を争った。長谷川は、初回から積極的に前へ出て、パンチを打ち、中盤から終盤では、ブルゴスのパンチにぐらついた場面もあったが、最終的には12ラウンドをフルに戦い抜き、結果3から0の判定勝ち。王座ダッシュに成功し、日本人選手としては、 初となる飛び級での二階級制覇を果たした。また、この日は、同じリングで、WBC 世界、スーパーフェザー級王座に挑戦した王竜館も、王座ダッシュに成功。兄弟分二人揃っての二階級制覇を果たした。フェザー級王座初防衛戦、王座陥落2011年4月8日、神戸ワールド記念ホールで、フェザー級王座初防衛戦。 指名挑戦者で、元 WBO 世界バンタム級王者でもある、WBC 世界同級1位、ジョニー・ゴンサレスと対戦。初回から激しい打ち合いに終始し、ゴンサレスの強打を、たびたび被弾する。そして4回、挑戦者の右フックを浴びダウン。立ち上がったものの、ダメージが大きく、レフェリーストップとなり58秒 TKO 負け、王座から陥落した。 現役続行2011年8月1日、所属する新生ボクシングジムでの会見にて、現役続行を表明。同年12月17日に、神戸市立中央体育館で、WBC スペイン語圏フェザー級王者、フェリペカルロスフェリックスを相手に再帰戦が組まれたが、練習中に全治1ヶ月の怪我を負ったため中止となった。2012年4月6日、 仕切り直しの再起戦。東京国際フォーラムにおいて、前年12月に対戦予定だったフェリックスと、改めて対戦し、7回2分28秒、TKO 勝ちを収めた。試合直後は、身体を保留としたが、同月21日に現役を続ける意思を表明し、10月には、スーパーバンタム級とフェザー級の両睨みで、世界王座復帰を目指すため、次戦を、 スーパーバンタム級で行うことを発表した。2012年12月22日、神戸市立中央体育館にて、世界全勝戦、55.8kg 契約ノンタイトル10回戦で、WBC 世界、スーパーバンタム級13位のアルツロ・サントスと対戦し、判定3から0で勝利した。2013年2月20日付で、フェザー級から、スーパーバンタム級に、 研究した。2013年4月26日、神戸市立中央体育館にて 56.2kg 契約ノンタイトル10回戦で、大国フェザー級5位のウィラポン・ソーチャンドラシットと対戦し、3回2分51秒小勝ちを収めた。2013年8月12日、大田区総合体育館にて 56.7kg 契約ノンタイトル10回戦で、 メキシコスーパーバンタム級王者ヘナロカマルゴと対戦し、1回2分32秒、TKO 勝ちを収めた。2013年12月3日、後楽園ホールでの東洋太平洋女子ミニフライ級王座決定戦、花形サエビ VS、黒木優子をメインとする工業にて、元日本スーパーバンタム級王者、木村昌司の引退記念スパーリングの相手を務めることになった。なお、 関西のジムに所属する長谷川は、高楽園での試合経験はなく、それまで、同所のリングではイベントでミット打ちを披露したのみである。2014年4月23日、大阪府大阪市中央区の大阪城ホールにて、IBF 世界、スーパーバンタム級王者キコマルチネスと対戦するが、7回1分20秒、TKO 負けを喫し3回救世派達成とは、ならなかった。 2015年1月14日、所属する新生ボクシングジムで、現役続行を表明。2015年5月9日、神戸市立中央体育館にて、WBC 世界、スーパーバンタム級9位、IBF 世界、スーパーバンタム級,級12位で、WBC アメリカ大陸、スーパーバンタム級王者オラシオガルシアとフェザー級10回戦を行い、3から0の、 判定勝ちを収め再起に成功した。2015年6月9日、WBC は長谷川を WBC 世界フェザー級9位にランクインした。2015年12月11日、神戸市立体育館にいて、WBO 世界スーパーフェザー級5位のカルロス・ルイスとスーパーフェザー級10回戦を行い、3回と5回にダウンを奪われるも、 左カウンターなどで強気に試合を立て直し、3から0の判定勝ちを収めた。3階級制覇達成2016年9月16日、大阪府立体育会館にいて、WBC 世界スーパーバンタム級王者ウーゴルイスと対戦し、ルイスが9回終了時に棄権したため3階級制覇を達成した。現役引退2016年12月9日、 神戸市内で記者会見を行い、9月16日の試合を最後と、したい戦う理由がなくなったとして、現役を引退することを表明した。世界王者として、現役を引退したのは、大場正夫と徳山昌主に次いで3人目となった。引退後は、各局で放送されるボクシング中継に解説者として、出演している。また、2019年からは、 舞台俳優としての活動も開始している。2017年10月より、東京医療学院大学特任講師に、就任2018年4月、神戸市田区にスポーツジム、穂住長谷川フィットネスボクシングをオープンした。2019年12月には、舞台、悲しき天使で、俳優デビュー。2020年5月に、舞台、路地裏の優しい猫に出演した。 2020年3月、YouTube 公式チャンネルを開設。遊びや趣味、ボクシングについて、本気で取り組んでいる。2021年5月、初生配信を行い視聴者の質問などに答えた。チャンネル登録者数10万人を目指している。プロボクシング、41戦36勝5敗。長谷川は、青について、僕の自宅に、竜巻が来た時に、 彼が僕の WBC のチャンピオンベルトを触りたいと言ってきたので貸してあげたんですけど普通の人だったら5分くらいで見飽きるのに彼は30分以上もベルトを触りながらじっと眺め続けてましたあいつの世界王座ダッシュへの思いはすごいですよと語っている2008年10月16日セミファイナルで青の初の世界戦メインイベントで 長谷川の7度目の世界タイトル防衛戦が行われ、長谷川は 2RKO 防衛を果たしたのに対して、青は王者をスカーラリオスから 4R にダウンを奪う、絶好のチャンスを得たものの、その後は攻めあぐねて2から1の僅差判定負けで、悲願の世界タイトルダッシュはならなかった。勝利した直後の長谷川は、リング上で、 僕の試合が直前に控えてたんですけど、龍巻の試合のことばかり気になって仕方なかった。今日、龍巻は負けてしまったけど、すごく良い試合をしていて、僕も勇気をもらったから勝つことができました。皆さん、どうか、これからも龍巻のことを応援してやってくださいとコメントし、これを、控え室で聞いていた青は号泣していた。そして2009年3月12日、神戸で、 長谷川の8度目の防衛戦が、東京で、青のラリオスへのリベンジマッチの世界最長戦が、同時間帯に行われ、長谷川は 1RKO 防衛、青も勝利して、悲願の世界王座ダッシュを成し遂げた。試合から数時間後の、ニュースゼロに2人が生出演した際に、青が、前回は悔しい思いをしたんだから、今回は笑おうな。チャンピオンになって、 世界一同士で話をしよう。俺たちの日にしよう。という激励のメールが試合前に、長谷川から送られてきたことを明かした。名城の病とは、お互いにスパーリングパートナーを務めるなど、親交が深い。プロ野球の埼玉西部ライオンズの伊藤む、監督らと親交が深めたことがある。2005年2月に、西部の春季キャンプに、長谷川も参加し、 世界チャンピオンになったら、始球式で投げると西部の選手、関係者たちと約束。そして4月16日、伝説の世界王者ウィラポンに勝利を収めて、世界チャンピオンになると、5月13日の、西部ライオンズ VS 読売ジャイアンツ戦では、試合前のセレモニーで、伊藤勤監督から、V1 と書かれたライオンズのユニフォームをプレゼントされ、 西部の選手たちから胴上げされた後、約束通り始球式に登板した。さらに、翌2006年も、長谷川は、西部の春季キャンプに参加した。その後、松坂が、メジャーリーグに移籍した際には、長谷川スーパーチャンプへ、アメリカで待ってますというメッセージと共にサインボールを送られた。一方、長谷川も4度目の防衛戦を迎える際に、 当時マスコミとアメリカの野球ファンやスカウトの間で、松坂の投げる魔球として、ジャイロボールが話題になっていたこともあって、ジャイロボールからヒントを得た、ジャイロパンチで、小防衛しますと宣言するなど、同じ一流アスリートとして、互いに刺激し合っている。長谷川の引退に際して、2005年当時の、西部監督であった伊藤は、正直、残念だし寂しい気持ち。 でも本当に強いチャンピオンで、いつも試合を見て、勇気をもらっていたなどのコメントを発表した。同じくプロ野球選手の金本智明赤星の博とも親交が深く、一緒に食事をすることもある。2010年は、阪神タイガースの春季キャンプを訪問した。K1 や、総合格闘技など、他の格闘技も見ており、格闘技専門誌を定期購読している。 格闘技通信に、長谷川のインタビューが載ったこともある。他競技で一番好きな格闘家として、ゴミ高乗りを上げており、キックやタックル、投げ技や寝技などを警戒しながら、あれだけ思い切りパンチで勝負ができるのは、すごいと語っていた。また、7度目の防衛戦の約2週間前に行われた、 K1 ワールドマックス2 0 0 8ファイナルにて、マサトが準決勝と決勝戦でダウンを奪われながらも、逆転勝ちで優勝を果たしたことに刺激を受けたと、語っており、あれだけダウン食らってから巻き返すんだから、根性ありますねと称賛した。長谷川の大ファンであるタレントの島田信介とは、家族ぐるみで交流している。長谷川が信介のテレビ番組に出演した際には、他の共演者に、 長谷川穂積は本物。日本のボクシング界で歴代3本の指に入る偉大な王者と熱っぽく語っているという。神戸で行われた8度目の防衛戦では、リングサイドで試合を初めて観戦し、本ん,んですね。不景気で本物しか生き残れない中で、長谷川穂積は本物だということを証明した。涙が止まりませんでした。と絶賛した。 世界王者になる前から神戸市内の時計店でアルバイトをしていたが世界王者になっても辞められずに同じアルバイトを続けていたしかしその時計店が入っていた台への閉鎖に伴い時計店も閉店となり辞めざるを得なくなったスポンサーの一社にパチンコメーカーの三成 R&D がいるその関係で2012年に同社が発売したパチンコ機 CR ウィニングラッシュウィズロッキーにも登場している2012年3月交通事故の現場で負傷者を救助し神戸市長表彰ゲ時計賞を受賞歌手の清木場俊介とも非常に仲が良くブログにもたびたび登場しているまた現在の入場テーマファイティングマンは 清敷場が長谷川へ捧げた曲である。ありがとうございます。